個人は自己の選択したすべての行為に対して発生する責任を負う。僕の通う鹿児島県肝付町立八富小学校は児童数36人、僕のクラスは5年生8人6年生5人の13人の複式学級だ。複式学級では2つの学年が同時に授業をする。でも先生は1人だ。先生と一緒に課題を作り、1人で解決したり友達と話し合って解決したりする。一人で課題に取り組むとき、誰も手伝ってくれない。ある日の算数の時間、この日は練習問題をやりながら復習することになった。先生は5年生にほぼ付きっきり。最悪。スタートからやる気が出ない。隣のことをふざけたり、後ろが気になったり、全く集中して問題に取り組めない。先生が来た時だけやってるふりをする。中学校の先輩にどうやったら勉強ができるのかを聞いてみた。どうすれば集中して勉強ができますか？まずは自分が何ができて何ができないか、自分に何が必要なのかを分析する。そうすると選択するものが絞られてくる。そこで自分の必要なものを自分で決定する。自分で決めたことだから自分で責任を持つことになる。だから集中して勉強できるんじゃないかな。そっか、なんとなく分かった気がするよ。ありがとう、圭介さん。僕、頑張るよ。頑張って。よし、頑張ってテストで100点取るぞ。